どうも、皆さんこんにちは。こんばんは、ナッツです。今回はめちゃめちゃ期待値の高い次世代の MMORPG クロノオデッセイをざっくりご紹介していきます。数ヶ月くらい前にショート動画の方で上げているんですが、今回の動画ではもう少し詳しくご紹介していければと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。クロノオデッセイのゲームジャンルはオープンワールドの MMORPG。対応プラットフォームは PS5、Xbox シリーズ X、S、PC で、リリース時期は現状未定です。まだ現状では物語とか舞台設定とか細かい部分は分かっていないんですが、クロノオデッセイは時間と空間っていうのが一つ大きなテーマになってます。その時間と空間っていうのは物語的な部分だけではなくて、例えば戦闘中に自分以外の時間を止めて攻撃できたりとか、そういった戦闘でも使える時間操作みたいなのが特徴の一つになってます。それではこのゲームのオープンワールドについてなんですが、シームレスのオープンワールドっていうところ以外情報が出てないので、まだ規模とかがわからないんですよね。ただ個人的にはやっぱり MMORPG っていうところから黒い砂漠とかそれぐらいの規模感を想像しちゃいますね。オープンワールドの規模感は分かってないんですけど、クロノオデッセイの世界で分かってることとしては、時間と天候が常に変化し、季節や景色の移り変わりが楽しめます。それでは戦闘クラスやアクションについて。まずクラスは剣士、レンジャー、ソーサラー、パラディン、バーサーカー、アサシンの6種類。6種類っていうとクラスシステムが採用されてるゲームの中では特別多いっていうわけではないと思うんですけど、このゲームでは各クラスで2つの武器をリアルタイムで切り替えながら戦えるので、それぞれのクラスがある程度状況に応じた戦闘スタイルで応戦することができます。1つのクラスで状況に応じて戦闘スタイルを変えれるっていうのは戦い方の幅が広がるので、ゲームを攻略する上でも重要で、ゲームをシンプルに楽しむ上でも大事な要素になってると思います。で、戦闘のアクション面で言うと、スキルぶっぱでゴリ押しっていうよりも、敵の動きをしっかり見ながら攻撃、防御、回避を使い分けて戦う感じの、モンハンとかソウルライクっぽさも少し感じる作りになってる気がします。人気のアクションゲーのいいところをうまいこと MMORPG っていうジャンルに落とし込んだゲームっていう感じがするんですよね。敵モンスターがプレイヤーの予測不能な攻撃や動きをするみたいなので、MMORPG っていうジャンルの中でかなりアクション感が強いというか、緊張感のある戦闘になってると思います。個人的にはそういった戦闘の中で時間を止めたり巻き戻したりっていう能力がどれぐらい関わってくるのかっていうのが気になってます。そして MMO といえばっていう要素だと思うんですが、大規模レイド。リアルタイムで展開されるイベントとしてレイドが用意されてるみたいなんですが、数百人のプレイヤーで共闘するような規模のボス戦になってるようです。レイドボスは数多く用意されてるみたいなので、マップの各地にいるって考えると、マップの規模も結構期待できそうですよね。そして MMO といえば外せない、採取だったり狩猟のような生活系コンテンツもしっかり用意されてます。生活系コンテンツの詳細は情報が出てないのでわからないんですが、武器とか防具のクラフト要素はあるみたいなので、生活系に関係するような結構いろんなクラフトができる可能性はありますよね。まだまだ情報少ないんですが、今年いろいろ新情報出てくるかと思いますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は大注目の MMORPG クロノオデッセイをざっくりご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄に Twitter、X もありますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた、バイバイ。